中央区舞鶴生まれのバーチャル博多っ子舞鶴よかとです。ただいま箱崎宮で行われております箱崎宮アジサイ祭りに行ってきた様子は配信でお届けしましたので、その様子を切り抜きでお届けします。でこっからはあのね、100品種3500株っておっしゃってたじゃないですか。で100品種っていうだけあってね、いろんなアジサイがあったんですよ。それをね、結構よかとなりにね、撮ってきましたらね、それをパパパッと見ていくっていう形にしようかなと思います。まずこちら、かわいいですね。いろんな形で、いろんな色で植えてありました。かわいいですね。で続いてこちら、これ別の画角で撮ってますね。気に入ってるんですね、よかとが。はい、これ気に入ってます。はい、続いてこちら。そう、こんな感じのさ、花弁のさ、やつ見たことある。そしてこのちょっとくすみカラーみたいな、なんかさ、アジサイってさ、周りにさ、アサイとってなんかクシャクシャってしてるやつとさ、全体的にお花みたいになってるやつとさ、いろいろあるよね。不思議な形でしたね。で、続きましてこちら。あ、こちらもね、このあんまくすみカラーみたいな、あんま見ることないなと思って、珍しいなと思って撮りました。可愛らしい色ですね。え、続いてこちら。あ、これも同じような形なんですけど、さっきのとは別のやつですね。こうちっちゃい目のアジサイが、こういっぱい、植えてありましたね。で、続いてこちら。これね、販売されてたんですね。いくつかね、販売されてるものもありましたね。こんなちっちゃい花弁のアジサイ、あんま見たことなくてですね。これも珍しくて可愛かったですね。で、続いてこちら。あ、これも綺麗よね。これすごい、なんか、何？なんかテーブルとかに引いてありそう。例えがあれやけど、テーブルにさ、敷いてあるさ、あのレースのさ、感じっぽくない？わかる？白いやつ。ちょっとそれぐらいね、可愛いなって思いました。で、続きましてこちら。あ、これがね、飯田さんがおっしゃってたハートの看板のやつですね。とても可愛かったです。この中にね、奥に入ってね、写真を撮るっていうのも。あ、でも結構ハートはちっちゃめやったけど、多分いい感じに撮れば撮れるっていう感じでした。ちょっとよかった、爆速で撮ったんで、撮ってないんですけど、可愛い看板ですね。続きましてこちら。あ、これもね、色が素晴らしいですよね。この、三重にこうなってる感じの花弁がたまらないですよね。色がパキッとしてて好きです。続きましてこちら。こう花弁の中にね、こういろんな模様がまだらにこう入ってるやつとか、花びらごとに色が違ったりとかね、こういうのちょっとあんま見たことなくてね、これも可愛いなって思いました。これね、あんま近っぱなかった、これ少なかったですね。これ珍しいなと思いました。続きましてこちら。あ、こういうタイプのね、ものもあるんですね。これ結構ちっちゃいやんけども、それも可愛いよね。この、真ん中のくしゃくしゃもない。これなんかよかったら調べたことあるやんけど、この真ん中のくしゃくしゃなんやろ。続きましてこちら。あ、ごめん、これはピンボケしてますね、完全に。ピンボケしてるんですけれども、普通の感じじゃないっていうのは伝わるかなと思います。これピンボケしてますね。けど、綺麗。なんかこういうのもある。これね、多分ね、ちっちゃい。大きくないですね。これちっちゃいですね。続きましてこちら。あ、これはね、こういった雰囲気ですよっていうね、ものでございますね。続きましてこちら。あー、これちっちゃいところもね、これもほんと、こんまいと。で、色がね、淡くて、可愛いですよね。ちょっと真ん中白っぽいっていうか、黄色っぽいっていうか、可愛いですよね。黄色ってか、多分緑やね、緑。続きましてこちら。あ、これはね、これ多分いっちゃん高いところじゃないかな。結構、ヨカトの背より高い、ヨカト150センチなんですけど、ヨカトより高い、ところにも咲いてましたね。で、続きましてこちら。あ、ここはあんま見たことないよね、こういうやつ。これ何？これ色塗ったら松ぼっくりなんやけど。っていうね、あんま見たことない形のものもね、ございました。続きましてこちら。あ、これもね、こういう感じでしたよ、という。3500株咲いてるのがわかるような写真のうちの1枚ではないかなと思います。続きましてこちら。あ、これも、ちょっとよかった。多分ここ気に入ってますね。なんかね、あ、このさ、画像のさ、いっちゃん左を見せてもらったら、もう見てもらったらわかると思うんやけど、鉢植えになってるやつと、地面にそのまま咲いてるやつとね、ありましたね。いろいろなタイプがございました。続きましてこちら。あ、もうこれもね、いろんなものが咲いてますね。綺麗です。とにかく綺麗です。そしてこのようにね、生い茂っておるバージョンもございました。続きましてこちら。あ、これもね、皆さんがね、おのおのに写真を撮ったりとかね、綺麗に花をめでたりとかね、楽しんでいらっしゃいますね。続きましてこちら。あー、これ松ぼっくりパート2。これなんかね、同じかと思ったらね、多分ね、ちょっと違うよね、さっきのと。どこやったっけ、さっきの。何枚前だ ?471 か。多分次にまた別の写真出てくる気がするんやけど。ほら、ちょっと違うと、わかる、わかる。このくしゃくしゃくしゃってした花の感じと、こうなんか、
ちゃんと何5つの壁みたいな感じ。ちょっと違うとこう同じくしゃくしゃのやつでも面白いですね。続きましてこちら、あこれはもうザ・アジサイみたいなやつ。アジサイは葉っぱがしっかりしてるのもすごく個人的には好きですね。可愛らしいです。続きましてこちら、あこれもなんかよくわからないやつ言い方、これね面白かったので、ね、葉っぱ見て、葉っぱこれさ、普通のアジサイはさなんかこういう葉っぱやんか。これほらなんかクリスマスツリーに飾ってありそうな感じの、ちょっと違うか、クリスマスツリーはちょっと違うか。でも葉っぱも違うと花びらもそうやし、それがねすごくね興味深かったですね。どういう違いなんだろうか。で続きましてこちら、あこれはたくさんの方が写ってらっしゃいますね。続きましてこちら、あこれはね木ですね。たくさんの木が生えておるんですけれども、やっぱ歴史のねあれに110年ですから、竹一本一本がバリでけえの。これかっこいいですね、とっても。で続きましてこちら、あー見てかわいい、これ特にかわいい、これ特にかわいいですね。縁取りタイプ、しかもねこれもね多分細かったんよね。そう、かわいいですね。これもね、あまりね、おらんかったけんね。珍しかった。続きましてこちら。あ、こういうね、ちっちゃいタイプのものもあるんだなっていうことで撮りました。なんかね、結構ね、バーンってでかいのが多かったんやけど、こういうのちっちゃいと。こういうのもありましたね。このさ、まあ、これ多分赤ちゃんなんやけど、単純に。単純に赤ちゃんなんやけど。これも可愛かったですね。で、この葉っぱ見て、一番右側の葉っぱ。ほら、なんか縁取りタイプ。不思議な葉っぱでしたね。続きましてこちら。あー、こう不思議な葉っぱをね、気になってますね、よかとは。これ何なんだろうかって、こう、なんか、こういう種類なのか、突然変異でこうなったのかっていうのがすごく気になる葉っぱでしたね。続きましてこちら。あー、これは雰囲気ですね。あの傘のところあるじゃないですか。あそこの話後でするんで、ちょっと覚えておいてください。続きましてこちら。あ、これはお蝶図的な、これなんて言うんだっけ？お蝶図じゃないわ。なんかありました。これなんかちょっと悪くなっちゃった花をこう水につけることでもう一回復活して綺麗だよみたいなやつですよって言ってました、お客さんが。あれよく見るけどそういう意味やったんやって思いました。続きまして、あーこれはすごくね個人的に気に入ってますね。ここが多分いっちゃん生い茂っとったですね。これ多分この後このあいつ何枚か出てくるんじゃないかな、この感じが。すごい良かったですね。あーほらやっぱり気に入ってますね。どのようにしたらなんかね立体的やったと。それをね、写真の角度で、ね、表したかったんやけどね、あんまり自分の中で納得いってないですね。で、やっぱり浴衣正面で撮るのが好きだなっていう風になって、このような写真になりました。とにかく地下っぱ咲いててすごい綺麗でした。これね、浴衣の写真が下手でも、お花がすごい綺麗やから伝わってくると思う。続きましてこちら。どうぞ不思議なタイプ！何これ？これ何なの？これ何なの？この、キュッてなって、これ水でもすくってほしいの。これちなみにバリちっちゃい系、ほんとに。あのなんかこう、あ、赤ちゃんの小指の爪ぐらいやけん。ほんとバリちっちゃい、これほんとに。すげえちっちゃかったですね。これどういう経緯でこの子はこういう形になったのかっていうのがすごく気になりますね。続きましてこちら。あ、気になりすぎてるんですけど、あ、これ見て！さっきのやつなんやけど、いっちゃい左側見て、ほら。普通のやつも咲いとると、これね、花びらがね、落ちてきてここに被っとうわけじゃなくて、咲いとるとこれで。だけど、こっから成長していくの。でもね、この人しか見らんかった、このキュッてなっとるタイプは。こっから咲いとったの、あの普通の花弁のやつが。これどういうことなんだろうかってね、すごく気になりましたね。あの、ちょっとだけね、ちょんって触らせてもらってね、これ落ちるんじゃないかと思って。そしてちゃんと生えてましたね、この花から。すごかった、これは。面白かった。続きまして。あ、これ気になりすぎてます。あ、さっきピンボケしてるから。もう一回撮ってますね。すいません。ちょっと自分で写真入れたのに気づいてませんでしたね。続きましてこちら。あ、こういうね、細いね、タイプもあってね。これ、一本やんか。結構アジサイって、何本かこう固まって咲くんやね。それを今から育てていくところ、なんだろうなっていうところを撮りました。続きましてこちら。あ、見て、このまだら模様が入っとるの。さっき途中だったらストライプみたいな感じだったんやけど、こうまだらみたいなのもあるんだな。さっきちょっとだけピンクみたいな。この子もあんまりおらんかったから。いや、多分この子ここにしかおらんかったじゃないかな。すごい珍しいなと思って撮りました。続きましてこちら。だこれは単純に綺麗だなっていうことで撮ってますね。多分こういうのように生い茂っておりますの写真ですね。続きましてこちら。あー、また白いやつ。これもまた今まで見せた白いのとはまた違うタイプの白いやつ。結構ね、でかい。これね、これマジででかかった。なんか軽く綿菓子ぐらいだった、マジで。これ多分、もしノーミスだったら、小学3年生から小学6年生ぐらいのでかさはある。マジで。結構でかかったですね、これは。続きましてこちら。
これね、これの奥なんやけどね、色がね、こっちのとね、違ったよね。こっちは結構、ちょっとくすみがかってる可愛らしさ。白って200色あんねんの中でもね、ちょっと暗めの白だと思うんですけど、こっちは純白みたいな白でしたね。すごく可愛らしい。この脳みそは多分生まれたてのあやけちゃんぐらいの大きさですね。で、続きましてこちら。あー、これはね、すごい白がね、一番綺麗な白だった気がしますね。これ一緒に植えてあるのがありましたので、綺麗だなって思って撮りました。で、続きましてこちら。あー、これはね、白い花なんですけどね、これ見てよ、皆さん何か思いませんか？これを見て皆さん何か思いませんか？これはね、浴衣はね、何に見えるかってね、もののけ姫のね、カラカラするやつ、小玉に見えます。わかる？これなんかリアルで見たらもっとそうやったんやけどね、もののけ姫の小玉感がありましたね。奥の方にもね、ちょん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 って咲いてるんでね、もののけたちだけが流れてましたよ、浴衣の頭の中には。すごく可愛かったです。続きましてこちら。あー、可愛らしい淡いピンクですね。この色もあまり見なかったのですごく可愛いですね。これもし桜の木の中にこれが咲いててもバレなんじゃないかなってすごく思いました。続きましてこちら。あ、これもね、また別の、さっきのとは別の。これバレ新米、多分、どうだろう。幼稚園児ぐらいの手の拳ぐらいのデカさですね。この塊が。これ、わわわってついてるのがすごく可愛かったですね。多分これが最後かな、こちら。あ、これもほら、また今までとは全然違う形の。これなんかトルネードみたいな感じになっとうやんか、花弁が。どういうことなの？これは、どういうことなんですか？すごく面白かったです。みたいな感じで、高速で見せていったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか？ちょっとね、この後ね、また折り返してね、こう、ちょ、消していくけん、折り返していくんやけど、これね、100種類もね、あるけんね、100種類も取ってないと思うんやけど、このようにたくさんのね、アジサイがね、咲いておりました。でね、よかった、これ、こちら、みたいな感じでさ、なんか大喜利みたいな感じで言ったんやけどね、なんでこんな感じで言ったかっていうとね、その枚数が近っぱあったっていうのはあるんやけど、どれもね、どれ一つ、何一つもね、名前が書いてないの。どれも名前が書いてないの。このアジサイが何のアジサイなのか全くわかんねえの、マジで。品種がね、全く書いてねえんよ。だからその文字を読むっていう時間がないけん、そのアジサイを楽しめるっていうのはあるんやけど、このアジサイが一体どういうアジサイなのか全くわからないまま、よかったとバーチャル先輩はずっとアジサイを見てました。で、バーチャル先輩がずっと、このアジサイは何ちゃんなの？これは誰なの？どういう品種なの？っていうのをね、ずっと言ってるのがね、よかった、個人的にはすごく面白かったなっていうアジサイでした。っていう話。なのでね、ぜひ皆さんね、箱崎宮ね、こちらの素晴らしい、ごめん、こっちだ。御朱印がね、今、いただけますので、ぜひ、行ってみてはいかがでしょうか、という話で、ございました。いかがでしたでしょうか？いろんなアジサイが近っぱってすごく楽しかったです。じゃあ何が楽しかったかっていうと、このアジサイたちの名前が一つもわからなかったことです。名前なんかじゃなく、花を楽しめと。そういうことなのでしょう。来年も行きたいなと思いました。皆さんもぜひ機会があれば行ってみてください。バイバイ。